いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします。大谷翔平オープン戦2号ツーランを含む3。安打の片目打ち。もう止まらない。打率は5割7分9厘。ops は驚異の1.705米大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が12日日本時間13日。 米アリゾナ州グレンデールで行われたサンフランシスコジャイアンツとのオープン戦に2番指名打者で出場し6戦ぶり2号ツーランを含む4打数3安打2打点と猛打賞の活躍を見せたこれで3試合連続安打打率は5割7分9厘 OPS は1.705まで上昇した目指す開幕に向け順調な調整ぶりを示したチームも6対4で勝利した ドジャースは韓国で行われる開幕戦での登板が決定しているタイラー・グラスノーが5回3分の1を投げて1本の安打も許さず8奪三振無失点と圧巻の好投を披露して勝利投手にジャイアンツは5回に登板した3番手のコディスタシェックが1回4失点の乱調で敗戦投手となった大谷が止まらない2安打で迎えた6回2試1塁の第4打席4番手ウワンのランデンループにカウント 2ーボール2ストライクと追い込まれながら内角寄りの5球目甘く入った151キロの速球を強振詰まった当たりにも見えたが高々と舞い上がった打球はぐんぐんと飛距離を伸ばしそのままレフトスタンドへ飛び込むツーランとなった豪快な逆方向弾に地元放送局も興奮を隠せなかった打球速度104マイル約167.4キロ飛距離382.2フィート 約116.5メートルの一発この日は4打数3安打2打点で打率5割7分9厘 OPS1.705 と絶好調だオープン戦初出場となった2月27日のシカゴホワイトソックス戦以来6戦ぶりとなる2号ツーランスタンドが熱狂する中大谷は気持ちよさそうにダイヤモンドを1周し笑みがあふれたオープン戦7試合目の出場となった大谷 初回の打席はマイナーワンのブレインエンローにカウントワンボールツーストライクと追い込まれたが内角高めの151キロのフォーシームをライナー性の打球でライト前へ弾き返し3試合連続安打とした3回一死し一塁の第2打席は初球の146キロのフォーシームをゴロでライト前へ運んだ会心の一打ではなかったがきっちりヒットにし2戦ぶり3度目のマルチ安打を記録した 0対0の5回無視1塁の打席は3番手右腕コディスタシャックに空振り三振カウントツーボールツーストライクから7球目高めに外れる直球にバットが空を切ったその瞬間大谷は声を上げて悔しさをあらわにしたベンチに戻りながら反省するかのように自身のヘルメットをコンコンと叩いたオープン戦2号アーチは悪球に手を出し反省した直後の打席での豪快弾だった 20日の韓国開幕戦に向けて大谷の臨戦態勢はすでに万全の状態といえそうだ開幕前からハイアベレージを叩き出している大谷今後は現地13日のシアトルマリナーズ戦に出場し現地14日に開幕の地韓国ソウルへと飛び立つ予定だこの日のクラブハウスの大谷のロッカーの前には荷造りのための段ボールが置かれていた新天地で迎える2024年シーズン 優勝以外は失敗と覚悟を決める大谷の新たな歩みがもうすぐ始まるオープン戦期間中の結婚発表も世界中の度肝を抜いたが一刀流となる今季も大谷イヤーとなることは間違いなさそうだなおこの試合では筒香義朝ジャイアンツも8番指名打者でスタメン出場後投手タイラー・グラスノーの前にライトフライセンターフライと2打数ノーヒットに倒れたものの8回表の第3打席では死球で出塁し 選球眼をアピールした筒香はその後9回表にも打順が回ってきたが代打を送られ途中交代筒香は今季2月25日のシンシナティーレッツ戦でヒットを放って以来無安打5試合に出場し8打数1安打打率1割2分5厘と苦しい戦いが続いている試合後インタビューに応じた筒香は現在の状態について感覚としてはだいぶボールの見え方も良いので。 あととは結果だけなので、とコメント。立場上結果は大事なのでしっかり良い結果が残せるようにと次を見据えていたドジャャーーススのデーブ・ロバーツ監督、大谷を絶賛。彼はスペシャル。試合後ロバーツ監督も笑いが止まらないまあまあの活躍だったねと冗談を飛ばし彼には驚かされっぱなしシーズンが近づくにつれてどんどん集中力が研ぎ澄まされているように見えると絶賛した。 翔平は今日ももとていいいプレイヤーだった笑い彼は常にアメージングだがヒットとパワーそれに集中力がシーズンが近づくにつれてシャープになってきているようだホームランとなった打球も彼はうまく捉えたわけではなかったがそれでも作越えしたのだから本当にスペシャルなプレイヤーだこのフレーズを今年たくさん使うことになるだろうねと上機嫌で絶賛した彼はフィールド全てを使うことができるということだから 速球を反対方向に打てるなら変化球も待つことができるしこの春何度かそれをやっているがいいサインだとンジの言葉を並べたこの日4打席消化したことについては彼が「もう1打席入りたい」と言ったからそれがいい打席になってよかったと語った20日21日に韓国ソウルで行われるサンディエゴ・パドレスとの開幕シリーズの前に17日には韓国プロ野球のキ務ム 18日には韓国代表との試合も控えているがロバーツ監督は大谷は最初の試合には出るが2試合目の方はまだわからない私の期待では彼は両方の試合に出ると話したまた地元放送局スポーツネットロサンゼルスのインタビューに応じた指揮官はここ数試合攻撃面で本当に良かったとチーム全体のパフォーマンスを振り返りつつ翔平はまさにスター彼の野球を見られるだけでも かなり印象的だと言及これからもいろいろなことが起こるだろうと続けており今後の活躍に大きな期待を注いでいたまた指揮官は開幕投手に決まっている先発右腕タイラー・グラスノーが6回途中を無安打無失点8三振と好投したことにファンタスティックだった請球も素晴らしかったしスライダーカーブも良かった空振りを奪えていたし効果的だったと高評価した。 13日に登板する山本については前回の登板3回5失点はあまり良くなかったが数字より実際の内容は良かったと思う請求を定めさまざまな球種を使いながら問題なく5回を投げきることを期待していると話したこの日一発を放ったテオスカー・ヘルナンデスも試合後記者の囲み取材に対応彼はパワーがあるから打ったらすぐフェンスを越える。 自分も近いところまで行ってるけど彼の方が上シーズンが始まるのが待ちきれないねと満面の笑みで仲が良い大谷をたたえたドジャースの開幕投手に決まったタイラー・グラスノー投手が12日日本時間13日5回3分の1を無安打無失点8奪三振の好投で 開幕前最後のオープン戦登板を終えた。11日同12日に開幕投手であることが発表されてから初のマウンドは同じナ・リーグ西地区のジャイアンツ相手に5回1死まで1人の走者も出さない完全投球5回は1死から支給を与えたが最後は西2塁から7番のオースティン・スレーターを見逃し三振に切って得点を許さなかった5回までは毎回脱三振2回は3者連続三振で 1>, 1回から合わせると4連続奪三振という圧巻の内容だった良かったと思う気分もいいしね試したかった球も安定していたと胸を張った20日に韓国ソウルで行われるパドレスとの開幕戦ではダルビッシュ有投手と投げ合うことになる今後の調整については多分通常通りブルペンに入る感じかと思うと説明しここに来た当初は新しい球を練習していたけれど登板するごとに心地よくなって それほど考えずに投げられるようになったので良い改善ができているつま先がグラウンドから離れるのも治ったし気分もいいよとコンキャンプを振り返ったコンオフタンパベイレイズからドジャースにトレード加入し2028年まで総額1億3650万ドル約195億円の契約延長を結んだ右腕この日はレイズ時代の同僚で現ジャイアンツ招待選手の筒子とも対戦しライトフライ センターフライに打ち取った3回のライトフライは大きな打球を飛ばされたこともありよしはいいスイングをしていたねと称賛していたこの試合ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手が1番センターで先発出場したが3打数無安打だったイ・ジョンフは初回先頭でグラスノーにセカンドゴロに打ち取られると4回の第2打席はレフトフライ6回の第3打席は空振り三振に倒れ 会音が響かなかなった日韓が誇る野球界のスターの MLB での初対決に韓国メディアも注目韓国メディア「ニューシスは日韓スターのバット対決でイ・ジョンフは無安打で沈黙大谷翔平は猛打を振るったと報道初対決ではイ・ジョンフが無安打で悔しい思いをしたと記した開幕1週間前に衝撃弾を放ったスーパースターの活躍には。 SNS 上でも様々な反響が上がっているその中で米データ分析会社コーディファイベースボールは公式 X、旧ツイッターを更新し今春、翔平大谷が OPS1.705 を記録しているなんということだと反応止まらない大谷の活躍ぶりに驚きを隠せないようださらにドジャースのニュースを専門的に扱う米専門メディアドジャースネーションの野赤村ス記者は 実際の映像とともに小平大谷がオープン戦2号を打ったところだと速報ここまで出場したオープン戦7試合の成績をまとめ韓国での開幕日に向けて準備が万端のようだと綴っているその驚異的な数字は以下の通り19打数11安打、打率5割7分9厘、出塁率6割5分2厘、長打率1.053 OPS1.705 日本塁打,9打点塁打塁打4四球5得点球得1か塁米スポーツ局 MLB ネットワークでアナリストを務める元ロッキーズ GM のダン・オダウド氏は「逆方向へのパワーを見てください」「彼はこのボールを捉えていないんですよ」「とてつもない才能の持ち主です」「一年中目を離すことのできない打線です」と舌を巻いた「オダウド氏は見てください」 彼はこの打席ボールを全く捉えることができていませんでもパワーのある大谷にとっては十分でした打席でうまく動いたことでテコの作用をうまく使って打ちましたパワーだけでなく高度な打撃技術に注目していたさらに米経済誌「フォーブス」などに寄稿するハワード・コール氏は自身の X に翔平大谷がレギュラーシーズンで今くらい打てたらまた新しい記録が生まれてしまうね。 と反応し今期の活躍に期待している MLB 公式サイトの X は大谷がツーランを放った際に翔平大谷は私たちを驚かせ続けている素晴らしいと投稿地元放送局スポーツネットロサンゼルスの解説を務めるリックマンデー氏は彼が生み出すパワーは桁違いですと驚愕同実況のティム・ネベレット氏はドジャースファンはすでにこの男が大好きですが 今後はもっっとと好きになるでしょうとご越だった米メディアスポーツキーだは今後に向けて大谷にとって良い兆しとの見解を示している同メディアはまさに彼の驚異的なパワーを発揮したホームランは左翼席へ飛んだ大谷は昨年 UCL の治療を受けたが打席に立つ際に影響を受けた様子を見せていない今後に向けて良い兆しだと報じ 2024年シーズン開幕へ向けて好調を維持しているとの見解を示しているパワー全開の一発は X 上でレフトフライがスポーツのトレンド入りするほどの衝撃だった大谷の本塁打が証明した驚愕パワーに SNS 上のファンはレフトフライがホームランレフトフライだけ狙ってればホームランになるのではないか大谷さんのレフトフライはホームランレフトフライのノリで柵越えしてる レフトフライの延長かとボンだと思われた打球が本塁打となった打撃に驚愕していた早朝の日本列島の話題をさらった格好だ久々の快音に X 上でも「きたあ朝からスカッとしたぜ絶好調やん手がつけられないねオープン戦とはいえ打率5割超えとかやばいこの調子のまま開幕戦へ美しい一発だなどなど賛時がやまない状況だ 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。